はい、おはようございます。日本一周の旅26日目です。本日は新潟県を散策していきます。はい、ということで清津峡に到着しましたね。駐車場は柱にあってね、でね、トンネルまでの道にはですね、ご飯を食べるところがあったりとかね、こんな感じで出店があります。では早速ね、向かっていきたいと思います。清津峡トンネル、ね、入館料は1000円みたいです。大人はね、はい、こんな感じです。所要時間40分から60分あるみたいです。行きましょう。いやー、すごいね。いやー、川の音を聞くと自然を感じます。すごいです。こんなね、休憩所もあります。はい、では清津峡トンネル入っていきたいと思います。40分から60分かかるみたいですけど、とりあえず行きましょう。入場料は1000円です。じゃあ中行ってきます。行きましょう。いやー、結構寒いっすね、これね。本当に行きましょう。すごい。あ、ずるずる。してあって歴史を学ぶことができます。はい、ということでね、清津峡のトンネルの中に入ってきました。すごいね。なんかね、これアート作品になってて、まあ、色のね変化があったりとか、まあ、いろいろと見どころ満載みたいなんで、ちょっと楽しみに中入っていきたいと思います。こちらは清津峡の地形模型です。色がオレンジ、黄色、まあ、になりますよね。ちょっと奥に進んでいきます。はい、ってことでね、だんだん赤くなってきました。奥が赤色に変わってきました。すごいです。赤い色です。なんか歌ってんだね、これね。赤色です。はい、ということで赤色に変わりました。しかもさっきのホールのところでなんか歌っててね、ちょっと薄気味悪かったですけど、ね、びっくりびっくり。まあ、ちょっと歩いていきましょう。いやー、上りなんですね、坂はね。面白い。行きましょう。はい、ということで第一展望台に来ました。なんか滝の音がすごいね。すごい。ちょっと見てみましょう。こんな景色が待っている中、うおー、すごい、すごいです。南大鉄道で川の流れがすごいです。はい、ということで第一見晴らし座でした。次行きましょう。いや、トンネルの中風が吹いてて寒いですね。今半袖だからなおさらですね。まあでも、まあ歩いてればなんとかなるでしょう。まあ行きましょう。ということで第2の見晴らしが来ました。すごい、アート作品です。ちょっと中の方見てみましょう。はい、ということで第3見晴らし所に来ました。すごい、
幻想的な空間になってます。はい、ということで次は青色の洞窟になってました。幻想的です。ここから先はね、混み合いますということです。ついに来ました。のどかです。川の流れが、せせらぎがすごいです。はい、ということで星峠の棚田に来ました。皆さん見てください、すごい棚田です。こんな感じの景色です。すごい綺麗ですね。はい、こんな感じです。はい、ということで上展望台があるみたいなんで行ってみます。すごいです、見てください、こんな感じです。はい、ということで本日はこちらでラーメンを食べていきたいと思います。麺のラーメンを食べるんですね。はい、ということで新潟散策、続いてはスノーピークにやってきました、ね、キャンプ用品の、ね、超有名なメーカーです。こちらね、新潟が本社になっております。こっちね、キャンプ場があるのと、あとね、本社とキャンプ用品が売っているお店があるね、ブースになります。ちょっとね、見ていきましょう。はい、こんな感じです。行ってみましょう。はい、ということでね、スノーピーク裏はキャンプ施設になってて、こちらでね、体験ができるようになってます。はい、こちらがスノーピークの本社です。見てください、今おばあちゃんの家に向かっている途中ですが、いつもここ通るときに思うんだけどね、これすごいですよね。崖がこんななってます。